林の腰古墳は、滋賀県安市町篠原にあった古墳。形状は、前方後円墳。現在では、墳丘は失われている。滋賀県南部、安川右岸の平野部において、旧中仙道から北に入った位置に築造された古墳である。林の腰の古墳名は、一体の生児名による。江戸時代の大見与知史略に記述が見える古墳と、同一視する説があるほか、 その後の噴球作兵で存在は失われていたが、1996年度の昇士の原石の発掘調査の際に埋没古墳として発見されている。噴形は前方五円形で前方部を正方に向けた。現在までに噴球は失われているが、発掘調査によれば、噴球長は約90メートルを測った。噴球表面では、吹石のほか円筒波には、 継承埴庭の存在が認められる。墳丘周囲には二重の縦型の集合が巡らされており、集合を含めた全長は約150メートルにも及ぶ。集合内からは前述の刃庭編の他木製埴庭、末期などが検出されている。主体部の埋葬施設は作兵のため明らかでないが、大見予知史略の記述から横穴式石室とする説があり、その記述によれば、 多くの副葬品が出土したとされる。この林の腰古墳は古墳時代後期の6世紀前半ごろの築造と推定される。本古墳の発見は後輩丘陵,陵の大岩山古墳群を含めた一帯の主張母系譜を見直す上で重要な出来事となり、古墳時代後期としては規模、二重集合形態等の点に県内有数の重要性が認められ、被葬者としては特に 大見家のとする説が挙げられている。古墳の規模は次の通り。墳丘ははじ二三在古墳の1、3.3掃除計、今白塚古墳の1、に掃除型とされる。湿度末紀の年代間等を考え合わせると、今白塚古墳の墳丘平面規格の配布を受けたものと推定される。また、墳丘の北首レブの北側には、長辺28メートル。 短辺21メートルの土壇場高まりが認められており、作り出の存在が推定される。噴球周囲に巡らされた集合は縦型で、内堀は幅18.6メートル、約18メートル、外堀は幅約9メートルを測る。内堀、外堀の間には幅約9メートルの内定が存在するが、外包みの存在は明らかでない。 林の腰古墳の実際の被葬者は明らかでないが、大見家野の,の墓とする説が挙げられている。大見家野は6世紀前半頃の武人で、日本書紀によれば、携帯天皇21年に、白木に奪われた、茅やの復興に赴く途上で、祝いに阻まれ、祝い鎮圧後の携帯天皇23年に、朝鮮半島に赴くも失敗し、召喚命令を受けて帰国中の携帯天皇24年に、 津まで病死したとされる人物である。大江市の本拠地については、必ずしもつまびらかでないが、林の腰古墳は、真の携帯天皇陵とされる、今城塚古墳の墳丘平面企画の配布を受けたと推定されることから、携帯天皇と密接な関わりを持った人物として、大江家のが想定されている。北方では、弥生時代以来の伝統的市長母系譜として、 大岩山古墳群の映像が知られるが、それらとは性格をことにする本古墳と越前塚古墳は信仰の主張層の木工を示すとして注目される。ありがとうございます。